上田正史とは、地方競馬の高知競馬場国沢照気球車所属の、騎手である。勝負服の柄はドアが、白星、袖白、赤一本輪。高知県宿毛市出身、身長163センチメートル、血液型大型。地方競馬共用センター騎手家庭第73期生。2001年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。 同年4月1日第1回高知競馬1日目第7競争荒径 C3 条件戦貴婦人で初起乗。同年4月29日第2回高知競馬4日目第11競争 A 級条件戦を金戸市門樹で優勝し20戦目で初勝利。2002年4月28日第1回高知競馬4日目第18回南国大歌賞をスマノガスさんで優勝し、 重症発生派。同年10月15日第17回全日本、新人王総派戦出場。2004年6月12日第5回高知競馬1日目、C6 条件戦を海洋ワールドで優勝し、地方競馬通算100勝達成。2005年6月5日、第33回高知優勝をスマイルリターンで優勝した。 2007年2月18日第18回高知競馬2日目、第4競争 F2 条件戦を1番人気、ストロングレグルスで優勝し、地方競馬通算200勝達成。2009年5月24日、第4回高知競馬2日目第11、競争ファイナルレースを2番人気ダンシングゴールドで優勝し、地方競馬通算300勝達成。2013年3月3日、 第17回高知競馬4日目第6競争 A-3 条件戦をでベルモントパッシオで優勝し、地方競馬通算500勝達成。2017年12月28日第13回、高知競馬4日目第6競争 C1 から9、条件戦で龍の菩薩に起乗し、地方競馬通算1万回起乗達成。2020年8月7日、 9月末までの予定で、ソウル競馬場で期間限定起場を行うことが発表され、免許期間を翌年3月末まで延長の上10月16日から起場を開始。10月16日ソウル競馬場第5競争クラス6一般戦で海外競馬初勝利を挙げた。最終的に2021年7月31日まで期間を延長し、帰国。 8月21日より高知競馬での起場を再開した。右肩の脱球癖のため2008年に手術を受けている。ありがとうございます。